桃館トンネルは、西日本旅客鉄道の山陰本線余部駅、九谷駅間にある全長1992メートルの鉄道トンネルである。兵庫県三方郡上町余部と新温泉町、九谷を結んでいる。開通当初は、山陰本線の中で最も長く、2010年時点でも1933年に、開通した大狩りトンネルに続いて2番目に長い。 山陰本線の内与那子より東側の区間は和田山霞間を山陰東線、霞与那子間を山陰再線としてそれぞれ建設された。桃間トンネルは山陰再線の中でも最後に残された霞浜坂間の工事に伴って建設された。最後の区間となった霞浜坂間は山が海に迫る地形で海岸沿いに線路を通すことは不可能であった。 この区間にどのように線路を建設するかは関係した技師の間でも論争があり、米子出張所長の石丸茂美は現行の案を主張し、福知山出張所長の最上み二と橋梁技術者の古川誠一は内陸に迂回する案を主張した。石丸の案は内陸案ではその当時の土木技術では難しい長大トンネルが必要になることを避けて、かつ 最短経路を選択したもので、一方最上らの案は、建設に困難が予想され、さらに建設後も海からの潮風で、保守作業が困難となることが予想される、長大撤去を回避しようとするものであった。これに対して上層部の判断により、石丸の主張する案を採用することになった。霞駅の標高は7.0メートル、浜坂駅の標高は7.3メートルとほぼ、 同じ高さにあるが、その間で山を越えなければならない。長大トンネルを避けるためには、できるだけ山に登って、標高の高いところに短いトンネルを掘って抜ける必要がある。この付近では河川の多くが南側から北の日本海へ向かって流れているので、これらの川筋に沿って山に登ることはできなかった。しかし、桃半峠では、東側に西川が流れ出して、 アマルベで海に注ぎ、西側にクト川が流れ出して、浜坂で海に注いでいた。そこで、これらの川筋を利用して、桃関峠のできるだけ高い位置に登って、峠の下の標高約80メートルの地点に、桃関トンネルを建設することになった。これに伴い、アマルベに、長谷川が形成する長さ300メートル余りの深く、広い谷を、どうしても横断しなければならなくなり、 アマルベ教が建設されることにつながった。桃館峠は、もともと、この峠を越えれば、またの痛み花ははだしとのことで、またがうずくことから、桃うずき峠と呼ばれていた。しかし、鉄道の建設にあたって、良い名をつけようということで、桃から桃見峠となり、さらに、桃館峠という名前が付けられた。1九百七年八月から十月までの測量作業が実施され、 翌1908年3月から工事が始められた。桃館トンネルは東側が標高80メートルほどで、入り口からしばらくは水平であるが、すぐに折り15.2パーミルとなり、西側までその勾配が続く、ほぼ片勾配のトンネルである。そのため、排水の都合などを考えて、西側高校が掘削の主力とされた。 西側には32馬力の空気圧作機を使った削岩機を導入して工事の能率を上げた。一方東口は手掘りを中心で工事を進めた。水が出るため近くの沢で水力発電を行ってその電力でポンプを運転し排水に努めた。しかし入り口から16チェーン掘り進めたところで出水量が毎分500ガロンを超えて排水が困難となり、 工事は3ヶ月にわたって中止された。その後、火力発電の応援を得て、ポンプの排水能力を向上し、工事が再開された。工事中には、当時の日本の国有鉄道網を管轄する、鉄道院の総裁であった、後藤新平が、1910年9月12日に、アマルベ橋梁と共に視察を行っている。シルベ港の貫通は1911年2月11日。 春工は12月となった。その後の余るべ橋梁の完成を待ち、列車の運行が開始されたのは1912年3月1日となった。建設費は616,451円74千三輪であった。後藤新兵の記号により、西口には1万方重み喜び、東口にはこれの利毛賞の変額が掲げられている。 完成時の全長は6040.122フィートであった。工事に際しては犠牲者も多く、九谷駅近くの八幡神社に昇魂碑が建てられている。トンネルが運用を開始した後、1918年9月13から14日に山陰本線沿線で台風による大雨があり、線路に大きな被害を受けて普通となった。桃館トンネル付近では、 トンネル東側の入り口近くを流れる西川が氾濫を起こした。片勾配であるため、この水が桃館トンネルに流れ込んで、出口側にある、九谷集落が被害を受けることになった。そのためその後の改修工事で、トンネルの東口側が延長されて、上り勾配が付けられ、水が再度トンネルに流れ込むことのないように対策された。この工事により、 トンネルの全長は1992メートルとなった。ありがとうございます。